君民,君民声音、君民声音、君民声音、とは、李氏朝鮮の清掃が制定した、文字体系ハングルの故障、あるいはそれについて解説した書物のことを言う。ここでは、主として、書物のことについて説明する。文字自体については、ハングルの項を参照。君民声音とは、民を教える正しい音という意味である。清掃は、それまで使用されてきた漢字が、朝鮮語とは、 構造が異なる中国語表記のための文字体系であるために多くの民衆たちが学び使うことができない事実に鑑み、清掃十五年、1443年に朝鮮語固有の表記にふさわしい文字体系を古典自体を模倣し、これを訓民正音と呼んだと現在は解釈されている。清掃十八年、1446年に定林修羅が 清掃の命を受けてこの新しい文字について説明した漢文解説書を刊行したが、その本の名称が、訓民清音である。訓民清音は、礼儀編と、定林史上を記載した、朝鮮王朝実録、清掃28年9月の上や朝鮮後明月期の礼儀編、これを限界本というを記載した、月印尺布、1459年などによって一部、 残存っていたが、1940年、京昌北道の安藤氷が流面修士多道の民家から、注釈部分の改霊編を含んだ改霊本が発見された。李氏朝鮮時代は、真の従属下にあり、漢字が重視される一方、ハングルは、書簡や歌での使用に限られ、公文書に採用されることはなかった。縁山君の時期には、ハングル使用者への弾圧も行われた。 李朝末期の1886年になって開花派と井上角五郎の協力により、朝鮮で初のハングル仕様の新聞、公文書、官報である半寸ンン州法が発行された。また、一般人、特に女子のための教育機関は皆無で、大多数の朝鮮人は読み書きができない状況だった。日本平合時代の学校教育における科目の一つとして、 ハングルと漢字の混用による朝鮮語が導入されたため、朝鮮語の識字率は一定の上昇を見た。1911年に朝鮮総督府は第一次教育令を交付し、朝鮮語は必修科目としてハングルが教えられることとなった。朝鮮語の時間以外の教授言語としては日本語が使用された。総督府は1912年に近代において、 初めて作成された朝鮮語の聖書法である普通学校用音文哲示法を作成し、1930年には児童の学習能率の向上、朝鮮語の哲示法の整理、統一のための申請書法である音文哲示法を作成し、それを用いた。訓民声音は聖掃の書いた序と本文の部分である、礼儀ペン、集憲伝の学者たちが書いた解説部分である、 回礼ペン、定林史上の三つの部分に分けられる。礼儀の内容は、ハングルを制作した目的を明らかにした、序文、28の字母の音歌を、語音や漢字例によって、初声17字、中声11字の順番で説明した、部分、連書、波書、句書、複合字母の合成法や、静音字母を合わせて一つの音節を表すこと、加点。 成長符号を加えることといった運用法についての部分に分けられる。なお、限界本ではこれに朝鮮語にはない中国語の波動音と静止音を表記する他の字を設けた部分が加えられている。以下に序文、清掃除とも言われるのみを示す。解霊は清掃の命令に従って学者たちが書いた礼儀についての注釈である。これは、 自母の制作原理を説明した、政治会、音節頭シーンを表記する17字を説明した、初声会、母音11字を説明した、中声会、音節末シーンを説明する、中声会、初声、中世、中声が結合して、音節を表記する方法を説明した、合字会、ハングルによって、単語を表記した例を載せた、用字の6つに分けることができる。低臨手の書いた、 訓民声音の序文。ここで執筆に携わった人物の名前が載せられており、丁林氏、蔡被刺氏、牧法年、新宿船、聖三門、狂気岩、李、李善郎がいたことがわかる。訓民声音では、音節構造を三つの部分に分けて分析する。すなわち音節始めの頭シーンを表す部分を、初声、音節の中心となる、母音部分を中声。 音節末シーンを表す部分を修正という。各部分にそれぞれ字母が設けられ、初、中、終わりの字母を組み合わせることによって一つの音節を表す一つの文字が作られた。字母は十七の初小字と十一の中小字が設けられているが、その運用によってより多くの音を表した。なお、初小字の基本十七字とそれを、 波書した六字を合わせた二十三字は中国音音楽の語音十六字母の体系と符号するように作られており、東国声音百四十八年での漢字音表記と対応している。このうちの四字は東国声音の漢字音表記に使われただけで、朝鮮語音の表記には使われなかった。また、合字界にが設けられているが、国語で用いられることはなく、 方言や子供の言葉に現れる場合があると書かれている。修正のためだけに別に自母が作られることはなく、初生児がそのまま運用された。修正への自母の運用には、以下の二つの相反する原則がある。なお、合わせような未書には、が、当時の文型に現れている。中国五漢字音の詩音には朝鮮語にない波騰音、下先と上歯茎で超音される詩音と、 静止音、下先を、下歯茎につけたまま盛り上げた下と上歯茎で、超音される死音の区別があった。訓民静音では、死音時の字型に異を持たせることでこれを表記しようと、した。この部分は、限界本にのみ言及があり、改霊本には記載されていない。これらの字母は、最予地の、四世、通海、1517年で使用されている。 方言音や外来音を表記する場合には、以上のような性あざ原理に従わずに字母が組み合わされることがあった。中小時、母音において非母音と影母音を組み合わせたり、単母の数が違うものを組み合わせることはできないが、その原則に反してといったものが使われることがあった。また、外来語の死音表記において、特殊な字母の組み合わせが作られる場合があり、 古くは満州語の表記にが使われたり、近代では英語の F や V を表すために矢が使われたりした。海霊があることから海霊本と呼ばれる。海霊本は1940年京昌北道安藤氷が流面集した通りカンマサル家で発見されたという経緯が最も知られているがこれにはなお異論がある。前質が急増していたことより、 全紙本とも呼ばれた。はじめの二丁が欠落しており、全筆が購入する前にすでに、清掃実録の記述などにより、補写され復元されていたという。しかしながら、この補写にはいくつかの誤りが指摘されており、また、第八丁裏には落書きと見られる筆者がある。なお、この、君民性音階例本は1962年、韓国の国宝第70号に指定され、 1997年には、ユネスコの記憶遺産に登録されている。全33丁一冊、木版本、横 20cm 縦 29cm、板橋横 16.8cm 縦 23.3cm、本編7行11時、海良8行13時。現在は、干末美術館所蔵。執筆定林市、新宿船、生産門。 再取差し、牧宝年、狂気眼、李、李善郎。海霊本は長らくこの間末美術館所蔵本のみが伝わってきたが、2008年に、京商北道昌州市の骨董品店からの、当品として一冊が新たに発見された。しかし、2014年現在に至っても、犯人の目比により、本の所在は不明となっている。本の本編の部分に関し、 漢文の原文を提示した後に、それを朝鮮語訳し、音文で提示した形式の書籍である。改霊本の改霊の部分はついていないが、限界本には、本文の末尾に、中国語音を表す字でる、波音字と、静止音字についての記述が付け加えられている。ユネスコ記憶遺産に登録する必要から、訓民正音は公式に英訳されたが、そこに語訳があったという主張がある。 カイレ本の全清き制御則ため、全浄なりなどで、しこりの字は、従来、平音が、行固して、濃くなると解されていたため英語でも、そのように訳された。また、カイレ本には、励むの字が何箇所も使われているが、これは、従来、激しいと解されていたためストロングと訳された。それぞれの形容する音を、脳音、激音と呼ぶことがあるのはまさにじっと励むの感じ。 このように解釈したことに由来する。ちなみに、改霊本は全濁音を、財布励むとも形容しているため、この部分は、ビーキスとサウンドと訳された。これらが語訳であるという主張では、励むは、早いの意味であるとし、逆にしこりは、遅いの意味であるとする。この主張によれば、脳と激音という呼び名も、不適切であり、訓民性音全体を孤独することにもなるという。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。